強盗グループは店長の仕掛けた罠にまんまとかかりました。事件はベルギー南部の町にある電子タバコ店で起きた。白昼堂々、6人組の男が店に押し入り、金を出せと迫ったのだ。この場を切り抜けようと、店主は強盗グループをこう説得した。今は店に12万円くらいしかないけど、夜来ればもっと金を用意できる。もちろん急場しのぎのデタラメだが、強盗グループはその言葉を信じて何も取らずに立ち去った。店主はすぐさま警察に通報。事情を説明すると。警察官はこう言ったんだ。奴らが戻ってくるなんて信じられないってね。戻るわけがない。誰もがそう確信する中、意外な結末が待っていた。およそ2時間半後、なんと店に強盗グループの一人が戻ってきたのだ。そこへ念のため張り込んでいた警察官が踏み込み取り押さえた。海外メディアによると6人の強盗グループのうち5人が逮捕され、1人は現場から逃走したという。